は、小野です。本日も本社からお送りしております。前回の動画も本社からだったんですが、その時は斜めからのアングルで撮ってたんですが、はい、ってなわけで、本日は中古スマホ選びについて動画を撮っていきたいと思います。最近 iPhone の値上げで、テレビや各ネットニュースで結構取り上げられて話題になっていると思うんですが、スマホの価格の高騰で、大手キャリアの中古スマホを販売開始して、以前より中古スマホに対して注目が集まってきているかと思います。ちなみに動画を見てる視聴者さんで中古スマホを使ってるよっていう方いらっしゃいますか？ぜひちょっとコメントかいいねいただければと思います。これから中古スマホを使おうかなって気になっている方に、購入前のポイントについてお話ししていきたいと思います。まずは中古スマホのメリットについて。中古スマホといえばやはり値段の安さ、新品よりも安く購入できる、 SIM ロック解除できるようになって、格安 SIM との組み合わせで月々の固定費が安く済んでると、お財布に優しい使い方ができるようになりましたよね。じゃあこの中古スマホメリットは分かったけど、一体どこで買えるの？はい、購入方法についてです。まあその1、店舗で買う。実際に手に取って見れるっていうメリットがあるんですが、その反面若干割高です。次にその2、ネット注文で購入する。在庫が豊富っていうことと、まあ、いつでも簡単に自宅でもどこでも買えるっていうのがメリットですが、店舗のように実物が見れないっていうのがデメリットかもしれないですね。その3、オークションやフリマで購入する。こちらは値段交渉ができるので一番安く買えることができるかと思うんですが、個人間でのトラブルっていうのは可能性としてはあります。ではどこで買えるかっていうのは、今3パターンの方法があるっていうことで分かったかと思うんですが、次はじゃあ何の商品を選べばいいのって思いますよね。はい、そこで次は商品を選ぶ際のポイントです。その1、皆さんが安心して中古端末を購入なり売却ができるように、リユースモバイル事業者認証制度があります。販売するにあたり定めた基準を満たしたお店、それを分かりやすく表示することで、安心安全に中古端末を購入売却してもらうための目印とすることを目的としています。その基準とは、ガイドラインに沿って商品を取り扱っているか、バッテリーの状態確認、外装ランクの格付けですね。中古スマホを売りたいな、買いたいなって思った方は、のマークがあるかっていうのをちょっと参考にしてみてもらってもいいかと思います。ちなみに余談なんですが、ニューズドテックは認定事業者になります。現在は実店舗はないんですが、楽天市場やヤフーショッピング、アマゾンなどに出店しています。ぜひ皆さん、みんなのスマホで検索してみてください。ちょっと宣伝が入っちゃったんですが、話は戻りまして、中古スマホを選ぶ際のポイントその2は外装ランクです。こちらはみんなのスマホを例にお話ししていきますね。外装ランクは商品の傷の状態によってついているランクになっています。ちょっとサイトを見ながらご説明していきます。まずみんなのスマホでは、外装ランクは S ランクから C ランクまでを販売しています。はい、いきなりごめんなさい、ちょっとダラダラした説明になってたのでアフレコで失礼します。映像を見てお楽しみください。では各ランクの傷の状態についてです。 S ランク、新品同様の状態です。 A プラスランク、ほとんど傷がなく非常に綺麗な状態。 A ランク、目立つ傷がなく非常に綺麗な状態。 B ランク、細かな傷、薄いかすり傷があり使用感がある状態。最後に C ランク、目立つ傷や擦り傷などが明らかな使用感がある状態。以上5ランクに分けて販売しております。ランクが低いと、まあ、外装の状態に目立つ傷っていうのが、まあ、多くはなってきますね。ただあくまで外装の状態についてのランク付けになっているので、検品やクリーニングはしっかり行っているのでご安心ください。次に選ぶポイントその3、
バッテリー残量です。使い方によっても変わってくるんですが、バッテリー寿命は約2年から3年と言われています。交換の目安はバッテリー残量が約 80% ぐらいです。バッテリー劣化が原因でいきなり電源が落ちてしまったとか、あとは再起動を繰り返してしまったり、電池の持ちが悪いなっていう症状が起こる可能性があります。が、残量が 80% 以下になってくると、さらに不調を感じるようなことがあるかもしれないです。バッテリー残量も購入目安にしてもいいかもしれないですね。そしてポイントその4、保証があるかですね。万が一商品に何かあった場合に対応してくれるか、ショップ独自の保証があるかっていうのも確認しておきましょう。ちなみにみんなのスマホの保証は初期不良、そして自然故障なども通常保証1ヶ月間、そしてレビューに投稿してくれたら、延長で3ヶ月保証、この保証もご用意しています。またネットワーク利用制限がかかった場合は永久保証でご対応しています。たびたびアフレコで失礼いたします。もう一つ皆様にご紹介したいサービスがありまして、みんなのスマホでは傷の状態に満足できなかった場合、到着日を含む7日間以内ですと返品を受け付けております。Amazon ではこちらの7日間返品サービスはございませんのでご注意ください。また保証期間や一部内容が異なりますので、詳しくはショップページからご確認ください。ちょっと簡略したご説明になってしまったので、詳しくは各ショップの保証についての内容を確認してみてください。もしくはコメントでも OK です。最後にポイントその5、 SIM カードについてです。これ結構気になる方多いんじゃないですかね。みんなのスマホの商品は本体のみ、商品によってはケーブルやマニュアルなどの付属品が付くっていう場合もあるんですが、 SIM カードは別途用意が必要となっています。意外に SIM カードを挿せば使えるっていうイメージを持っている方結構いると思うんですが、要注意です。使いたい SIM カードが商品に対応しているかっていうのが重要です。契約プラン、SIM カードのサイズ、周波数によって対応していない場合は利用できないので、いざ買ってみて SIM カードを挿して使えなかったってなったら嫌ですよね。なので購入前に SIM の提供元に確認を行っておきましょう。はい、では中古スマホを購入する際のポイント5つをお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。実際に今中古スマホを検討している方にちょっとでもヒントになったら嬉しいなと思います。もしこの動画を見ている視聴者さんで、練習利点やってるから見に来ていいよ、工場持ってるから見においでよ、そんな方いたらぜひ物の社会科見学させてください。ぜひコメント待ってます。はい、では本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画をもっと見たいって思った人はチャンネル登録、高評価お願いします。